中央の U 字帳の管がヘンレのループネフロンにおける核物質の動きヘンレ形体の太い上アンギアはヘンレ形体と遠移尿細管の間の部分のことで人髄質と人皮質の二つの部分に分けられる人髄質の上アンギアでは水分は透過しないナトリウムイオンカリウムイオン塩化物イオンは尿から濃度を輸送で再吸収される カリウムイオンは濃度勾配に沿って細胞のアピカル膜のカリウムチャンネルによって受動輸送されて上アンギアの環空に戻る。このカリウムイオンの漏出は環空において非電化の電位差を発生させる。この電気勾配はナトリウムイオンやマグネシウムイオン、カルシウムイオンの再吸収を促す。ループ系利尿薬はナトリウムカリウム塩素とも輸送体の働きを妨害する。 ヘンレ形邸に残っている尿素は細胞間から水が浸透するのを妨げ溶質ポテンシャルを作る。ここでほとんどのイオンが再吸収され水が尿に残る。従ってヘンレ形邸におけるろ過による濃縮はここで徐々に減少する。またタム、ホースホールタンパク質を生成する細胞の部分でもある。 このタンパク質の機能はよくわかっていないが、尿炎中の元になっていると考えられる。腎髄質と腎皮質におけるヘンレ形邸の違いは解剖学的である。機能の点から見るとそれらはほとんど同じである。ヘンレ形邸太い上アンギャは尿を遠異尿細管へ排出する。ありがとうございます。